継続的にできないから、ハヌードってのは、訓練の件とかも一つくらい見逃すとかあるかもしれないけど、その一つで失点して負けるのサッカーだから、キーパーだから特に守備のところこだわり。一つだったら言わないですけどね。そう、失点につながってないだけで何個もあるっていう。その中から失点につながったのが、つぶたてられてるだけで。ウパメカノとかと一緒です。失点につながったのは、その、なんかこう、みんなが分かるパスミスとかだけだけど、失点につながってないやつでも、そこでその縦パスつけちゃうとか、そこでその責任転嫁の、なんかこう、自分ボール持ってるの嫌みたいなパスしちゃうみたいなのあるから、結局確率の問題だからね。1試合に1回しかそういうのしない人だったらミスにつながること、失点につながること少ないけど、1試合に5回それやっちゃう人なら1個ぐらいミスにつなが、失点につながるよね、みたいな。マネ抜けたの痛いね。もう配置とか関係なく理不尽に点取ってくれるからね。ダーウィンがいずれそうなる可能性もあるけど、ランパードこんなハゲてたっけ？マティプいるかいないかでリバプールの成績めっちゃ変わりますね。マティプはだって自分と自分の周りにいる選手の能力を上げられますからね。ただ賢い選手そうだからね。リザンドロ・マルティネスとかもそうじゃん。サラのポジショニング、でも、中取ってる時と外取ってる時あるのは日によってじゃないですか。外すぎる時もあるしね。あとはサラが中取る、あとそんなにその現象も現れてないよな。サラが外取る、アーノルドが上がる、そうするとゴードンとかグレイとか、ウィングが戻って対応しなきゃいけなくなるから、結果カウンターで前残りしたい選手たちの攻撃力を削げるとかいうのもあるんですよね。ただ、そのチームがそのゲームプランとして考えてたものが現象として全部出るわけじゃないんで、やっぱ人間がやってるから。まあちょっと、まあ面白いし、分析だけじゃ全部チームの概要見えないところでもありますね。ジョゴメスのビルドアップ、足元ないっていうより、その判断が良くない時が多いって感じで、で、今日に関しては2センターバックが孤立するから、横に簡単に渡せないね、サイドバックの開き方になってたり、ボランチが降りてきすぎてインサイドハーフが上がりすぎてるとかあるから、まあ全体的なリバプールのポジショニングバランスの悪さが、センターバックの、質を求めるゲームになってますね。アヤックスとかもこんな感じだったんだけど、ティンバーとリサンドロ・マーティンス運べるし、エドソン・アルバレスもサイドチェーンとか、まあ、その後ろの3枚で作れるから大丈夫。ファンダイク、マティプだったらこんなに問題出ないと思うよ。でも、ジョー・ゴメスだからっていう。で、その辺をね、原則作って絶対配置おかしくならないようにするみたいな監督ってほとんどいないですから。クロップなんてそこら辺をね、そんなになんかこう、突き詰める感じじゃないから、まあ、こうなる。シティみたいな感じかな。4123と4231変容みたいな。後ろ作ってあげてほしいな、積み重ね前走るしかなくなるから。あ、でもこうダーウィン流れてきて、いいっすね、残して。おお、頑張った。ああ、ファンだなと。ああ、でも守備は442ですね。あとはフィルミーノの背中ボランチに使われた場合に、そこをダブルボランチどっちが出てって埋めるのか、サイドハーフが絞るのか。ボランチは出てきそうだね、サイドハーフはそのままで。あ、でも、オナーナちゃんとポジション取りますね、背中側で。でも、エバートのビルドアップがちょっと、なんかこう、低い位置が張ってて高い位置絞ってるからうまくいきにくい。ソシエダとかそういう、昨日、アストンビラとかと一緒だね。すごいリバプール良くなってるね。まあ、前からのプレスね、433で一回ステイするよりもしっかりはめれてるからね。はめて同サイド圧縮で、みたいな、めっちゃシンプルなことやってうまくいきだしましたね。大体シンプルにするとうまくいくもんね、なんでもね。まずいラーメン屋のメニュー数多いみたいな感じです。見るのはボランチにして、ファビーのセンターバックを下げて5メス右にした方がいいと思うんですけどね。まあそういうのやんないけどね、クロップは。しっくりくるっしょ、ハセベサイドバックやらされてるっつった。でもクロップだとなんかそれでもいい感じするけどね。どちらも得点の匂いしてるけど入らない、珍しい。お！マーティプニーやん。あれ？これ、誰と変える？え、あ、これ見るのはボランチ上げんじゃない？マジで。なんか横に刺したからさ。あ、やるね！思ったのと違うけど。ほら。あ、よかったよかった。そう、これの方がいいよ、絶対。へえ、なんか嬉しい意外ですね。で、なんかうまくいくけどやらないよなっていうやつ。そう、これでいい、これでいい。やっぱ思ったよりきつかったなってなったんでしょうね。うわー、それ決まんないかー。あれ、止めた後のさ、ピックオートの近くいたらぶん殴られんじゃない？これ全員に喧嘩売り行ってるみたいなさ。マフィオシティみたいな。ちょっと触ってんね。それがあれに影響したかわかんないけど。ピックオートな。
挙動行動が男前っぽくないだけで顔男前なんだよ。もうだってクロップももう笑うしかないって感じだったもんね。いやでもやっぱキーパーいいの重要だ。これで勝ち点1だもんな。申し訳ないけど今申し訳ないけど思い出したのレスターですもんね。ウォードじゃやっぱきついよなっていうね。ボールアパートから抜け出したくて焦りが心をえぐるよ。秘密基地みたいと笑ってくれた君が起きる頃眠る僕。どの成功者の言葉よりどの合理的な論理より君がくれた誕生日で信じられた満場。